大日本国ホッケ元気は平安時代中期に書かれた仏教説話集。通称、ホッケ元気。著者は、比叡山の総陳言。上、中、下の三巻からなる。本朝ホッケ元気、大日本国ホッケ経験記とも、序文に売れば、本書は、長久年間に首領本院の陳言が書いたもの。陳言は、白木の義弱が書いた、ホッケ元気もしくは、 そうの儀席に触発され、その日本版として本書を表したという。本書は、ホッケ行事教者らの伝記集。伝記の多くは、ホッケ行にまつわる霊弦譚を含む。上、中、下三巻の計129のつてが、菩薩、ビク、在家者ャミ、ビクに、奪速、奪い、衣類の順に並んでいる。こうした構成は、先行する王上伝の 日本王上極楽器とほぼ同じだが、衣類の部が加わる点は、本書の特色である。本書は、日本王上極楽器及び、日本絵に依拠するところが大きい。本書の聖徳太子伝など銃の伝記は、日本王上極楽器から取られたことが明らかである。また、日本礼域の説話と内容が一致するものが六例、あり、礼域に見ゆといった中付されているが、それらは、 中の記述も含め、見本りから取られたことが明らかになっている。このほか、永山大子伝や自覚大子伝といった送伝も用いられている。一方、総王伝、小空伝、原神伝に関しては、先行する伝記が存在するにもかかわらず、それを素材とせず事故の見聞、知識によって書かれていると見られる。苦伝や事故の体験を重んじている点は、本書の特色と言える。 なお、著者の創作と推定されているものもいくつかある。ありがとうございます。